演舞開演。どうも、突然ですが本日11月1日が何の日かお分かりでしょうか。祝日とかじゃないのになんだろうなと思う方もおられると思いますので、説明いたしますと、息子の自分の誕生日でございます。まあもう29にもなってくると誕生日でバカ騒ぎするってわけで年でもないんですけどね。で、誕生日といえばやっぱりお肉じゃなくてケーキですよね。なので本日はこちら、こちらのケーキを食べたいと思います。こちらオーガニックサイバーストアというお店で買ったスーパーバターケーキというケーキです。ちょっとなんかカステラみたいに見えますね。お、開けた瞬間にバターの香りがすごいですね。見てください、これ結構大きくて迫力あります。あ、これは手で持って食べられませんので、はい、こんな風になりました。ではいただきます。今日という日を迎えられて嬉しいです。という名称なので結構しつこいのかな、くどいのかなとも思ったんですが、食べてみると実際そんなことは全然ない。むしろ程よいバターの香りで さっぱりといただくことができました。生地もふわふわで、スポンジケーキなんかにありがちなパサパサ感はなく、カステラとケーキのいいとこ取りをしたような美味しいケーキでした。なのでこちらのテイストとしていただきます。クリームとかフルーツとかを乗せても美味しいと思いますよ。カタツムリ、その心まで遅くない。歩くのは遅くても心は遅く、その成長はきっと遅くはないでしょうね。というわけで、また1年新たに頑張っていきたいと思いますので、皆さんどうか応援よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞天演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。